スクールの堀田です、今日はですね、滑りのメンテについて、レッスン動画を配信したいななんて思います。まあ、なんでこんな動画を撮ろうかなと思ったかというと、まあ、僕実は明日レコーディングなんですけど、まあ、レコーディングのためにちょっとスネアをメンテしようかなと思ったんですけど、まあこれせっかくやったら動画を撮ってみて、まあ僕流のというか僕がやってるメンテのやり方をお伝えできればなと思います。で、今日やるのが、表と後ろのヘッドの張り替えと、あとスナップを交換します。それでは行ってみよう。はい、ということで後ろのヘッドをまず変えたいと思います。まずはね、スナッピーを外します。まあここにこの外すやつ、これがついてて、こっちにもついてるんですよね。これがついてるんで、スナッピーを外していきます。しょ、スナッピーが外れました。スナッピーが外れましたね。スナッピーが外れた状態がこんな感じなんですが、そこからこの後ろのヘッドを外します。はい、テンションボルトを外すとこういう感じですね。これバーンって取れます。で、今日はね、ちょっとこのネジもこれもちょっと今日はちょっと掃除するんで全部ちょっと外します。で、このヘッドのところに置いておきます。フープです。これが取れました。で、結構ね、長く使ってるとホコリが溜まってくるんですよね。なんかホコリが溜まってきて、で、これがなんか音の抜けが悪くなったりする原因になったりするらしいんですよ。だからこれを、まあ、たまにこうヘッド交換した時にしっかりと掃除してあげるということが大事になってきます。この木のクズとかね、木のクズとか結構ね、溜まってると音抜けが悪くなるんですよ。はい、ということで、で、さっき外したこのボルトたちで、ボルトたちね、こうやってね、ちょっとこう汚れてるんですよ。こうやって汚れてて、で、この汚れが溜まったままそのネジをね、こうくりくり回したりとかすると、中のネジ山が傷ついてなんかボロッとね、こう壊れたりとかするんで、これはね、定期的にこう掃除してあげるのがいいです。で、さっき買ってきたんですけど、なんかこれですね、ブレーキパーツクリーナー。これはね、車とかのやつだと思うんですけど、ネジの汚れとかを落とすというね、感じです。こんなでっかくなってもいいんですけどね、よく振ってね、よく振りまして、そして、こうブジャーってかけるわけですね。そしたらこうやって黒い汚れが取れるんですね、こうやって。で、これを、一個一個こうやって拭きます。拭いていきます。汚れが取れるんですよ、こうやってね。はい、こんな感じで綺麗になりましたね。こんなに汚れてました。こんなに汚れてたのがこう綺麗になりました。ボルトの方の、まあ、この穴たちですよね。そう、ここにちょっとね、軽く油を注いで、ほんまにちょっとだけね、ほんまにちょっとだけ油をこうプチュッと、はい、全部入れ終わりましたね。はい、全部入れ終わったんで、このスネアサイドを、貼っていきます。スネアサイドはね、こう表のヘッドとは革とは違って、なんかね、くしゃくしゃなんですよ。なんかくしゃくしゃくしゃってしてるんですよ。表の革はこんな感じなんですけど、裏の革はこうくしゃくしゃなんですよ。そう。じゃ、このスネアサイドを貼ります。フープも拭いておきます。これ木のクズとかをしっかりと取っておいた方がいいですよね。空拭きします。で、これ取り付けるときにスネアサイド側のフープにはスナッピーを通す穴があるんですけど、これをね、ちゃんとここに合わせてあげないと、全部取り付けてから「よっしゃスナッピーつけるぞ」って言って「ああ穴ない」みたいなことになるんで、ここのね、ポジション気をつけてくださいね、ぜひね。はい、じゃあボルトをつける。で、そしたらこれ完了したらボルトをつけると。ね、で、これで今ボルト軽く差し込んでるだけなんですけど、今この状態で、軽くこの軽く回して
だから食って止まるところぐらいまでそれぞれ締めます。グッてやらないでいきなりギュッとやらずに、軽くくこうくるくるくるってやって、なんか軽くくって止まるぐらいまで締めますそれぞれで、必ず、こっち締めたら次こっちみたいな対角線で締めてください。これね、順番に締めるとこう締めるとこっち側だけ沈むんですよね。だからこう斜めにそのフープがついちゃうことになるんで、必ず対角線上に締めるということを心がけてください。である程度締めたら、一回ちょっとね、皮をこう押してね、なじませます。ちょっとなじませます。軽くチューニングしてる状態でいきました。これで後ろヘッドの張り替え完了です。そして、スナッピーを、スナッピーですね、スナッピーを取り付けます。こういうやつですよ。で、これは紐タイプで、でテープタイプっていうのもあるんですよ。なんかなんていうの、プラスチックのなんかこうなんていうんだろうな、なんかテープでこうペロンとなってここに挟むっていうやつもあるんですけど、これは紐タイプですね。紐タイプとテープタイプで、なんか音が変わるとかっていう人もいるんですけど、僕はぶっちゃけあんまりわからないです、その辺は。なんかドラムテックの人とかに言わしたら、なんか結構紐タイプとテープタイプは音が変わる。紐タイプを選ぶのが多いらしいんですけど、まあ、僕はぶっちゃけあんまりね、よくわかってない。なんか見た目がこう紐の方がこうかっこいいなっていう感じで、はい、使ってます。まあ、このスナッピーを今から取り付けるんですけど、スナッピーのスイッチを、まあ、こうオンにした状態ですかね。オンにした状態で、でこれね、ここのスネアスイッチのところに、まあ、普通のスネアってなんかここに調整があるんですけど、このスネアはなんか反対側なんですよ。ここに反対側に調整するやつがあって、でこれをね、ちょうど半分ぐらいに緩めておくと、スナッピーを貼った後の調整がしやすくなるということになります。そう。こんな感じかな。まあ、ちょっと調整しやすいように、ちょっとね、こう、余分に余らしておきます。くるくる回せれるようにね。はい、しておきます。なんかこの、調整できる方とは、逆のところ、これ、調整できる方と逆の方を、バット部って呼ぶらしいんですけど、僕も初めて知ったんですけど、はい、そのバット部の方から取り付けれると、このちょうどね、このスナッピーが、こう、真ん中にこう、来やすいみたいな。これなんかずれると音抜けが悪くなるらしいんで、ちょうどど真ん中に、調整できるようにしておきます。で、貼り方的にはまあ、ここをね、ちょっとええ感じに緩めていただいて、よいしょ。で、このスナッピーをこう通して、スナッピーを通してね、こうやってよいしょ。で、この下から上にこう、下から上にこう通してあげると、よいしょ、こういう感じですね。こういう感じ、グッとね、この調整がね、難しいですよね。で、ちょうど真ん中ぐらいに来るように調整します。このこんなもんかな。これがね、なんかなかなかね、むずいですよね。うまいこと言いにくいですよね。なんかね、結び方結構なんかいろいろあるんですけど、僕はちょっとそこまで、ごめんなさい、詳しくないんで、ざっくり貼る感じなんですけどね。はい、これで締めます。はい、こんなもんかね。はい、でこれをなんかちょっと結びます。別に結ばなくてもいいんですけどね。はい、ちょっとあんまり上手に結べないね。はい、で、バット部が取り付けられたんで、次はちょっとこっちの方に取り付けます。じゃあ同じように、これも下から上にこうやってクリーンってね、通して。こんなもんかなぁ。こんなもんかな。はい、いけたかなぁ。いけました。はい、これでちょうど真ん中ぐらいかな。ちょうど真ん中ぐらいだと思います。で、これで
ちょっとこのスナッピーの調整具合を、この横のね、このくるくる回すネジのところを締めて、ちょっと調整してみますね。続いてこの表のヘッドを変えます。まあこれね、もうレッスンで毎日毎日使ってるんで、もうくったくたになってるんで、まあこれを変えて明日のレコーディング、しっかりとねいい感じにやっていきたいと思います。じゃあ同じように、表のヘッドも外します。外すときはね別に対角線上じゃなくていいと思います。締めるときだけね、締めるときだけ対角線上にしていけるといいと思いますね。はい、取れました。じゃあこれもさっきと同じようにこのボルトたちを洗浄するので、ほらこんなに汚れてるんですよ。めっちゃ汚れてるんで洗浄します。はい、外れました。フープですよね。こっちはあの穴がないですよね。スナッピーの穴はありません。これも拭いておきます。これ先に、拭いておきます。フープも拭くと結構汚れてますよね。はい、外れました。これね結構ほらベコベコなんですよ。もうだいぶこうやって外すと分かるんですけどね、ベコベコなんですよね。これねもうだいぶこうくたってる状態なんで、新しいやつに貼り替えていきます。まあこれね、あのカバーはね本当にいろんな種類があるので、なんかいろいろ試してみてください。これは本当にあのすごい標準型というか、なんかインターネットとかで検索しても紹介されてるコーテッドアンバサダーっていう種類ですけどね。これ別にねそんな決まりじゃないと思うんですけど、あのこのロゴがあるじゃないですか。このロゴがあって、でこの左側に僕はスイッチを来るようにするんですよ。そうだからこのロゴに向けて左側にスイッチが来るような感じで、ヘッドを貼ります。じゃあさっきのこうパーツクリーナーでね、この汚れたちをブチューってやります。ブチューン、めっちゃ出てきますよね、この汚れが。汚れめっちゃ出てきました。これはじゃあ、拭きますね。これね、このスネアちょっとね変わってて、パールのフリーフローティングっていうシステムで、これブラスのスネアなんですけど、このシェルがね取れるんですよ、バーンって。これ面白いですよねこれね。これシェルなんですよ。そうそうそう、フリーフローティングっていうスネアで、すごいねこれ音抜けが良くて、菅沼浩三さんの100人ドラムっていうね、あのドラムセット100台並べて100人のドラマーたちが みんなでアンサンブルするっていうイベントがあるんですけど、そこでもすごく目立ってくれたりとか、あのドラムソロの動画見てくれた方いるかもしれないですけど、あの野外で僕ドラムソロやってる動画があるんですけど、それもこのスネア使ってて、めちゃめちゃあの抜けます。めちゃめちゃいい感じです。で一応この外した時になんかこのようにね、木のねこの粉たちがやっぱりこれもたくさんいるので、これもしっかりと拭いていきます。美味しくなれみたいな感じですよ ね、 こうね、いい音なれみたいな。ドラムのメンテの方とかも言うんですけど、なんか一回バラしてボルトを締め直すだけでもめちゃめちゃ音変わるみたいなことをね言うんですよ。やっぱりなんかこの楽器ってね、なんかそういうとこあるなと思って、なんかしっかりとこう大事にしてあげると、やっぱその分その持ち主のこう期待に応えてくれる音が出るというかね、だから大事にしてあげるべきだなとは思いますね。はい、こんな感じですね。じゃあちょっとねここもここの部分、この部分ですよね、この部分たちに油をさしていきます。さっき洗浄したこのボルトたちも拭いていきます。時間がなくなってきた、やばい。僕ね今5時40分ぐらいですけど、6時からレッスンなんですよ僕。もうやばいですよ時間が。動画撮ってる場合じゃないんですけど、まあでもこの動画を撮ってるね、楽しみしてくれてる皆さんのためにちょっとこんな動画を撮ってみようかなみたいなね、はい、思ったんですよ僕は。そんなことでボルトが綺麗になりました。こんなに汚れてたんですね、この表と裏のボルトだけでね。はい、じゃあこれをさっきのこのさっきのこれをねつけていきます。これねロゴがあるんで、こうこれがね、これがいい方向に
向くとね、いいですよね。これね、向き間違えたらえらいことですよね。こう表のヘッドなんで、これ逆、パール逆ってなるとね、かっこ悪いんで、これ表向けにちゃんとしておきます。はい。よっ。じゃあこれを取り付けていきますね。はい。ガチャーン。よいしょ。よし。はい。そしてボルトを、ヘッドを取り付けたら、閉めます。じゃあボルトを設置できたら、軽くねこう手で回してちょっと閉まるぐらいまで閉めていきます。クッと止まるぐらいね、クッと止まるぐらいまで閉めていきます。対角線上にこの片方だけ締めたら、この片方だけこう沈んでいく感じになるので、斜めにフープがついちゃうことになるので、対角線上に締めるときは締めてください。外すときはどっちでもいいんですけどね。じゃあ、ある程度、締まったら、こう、ミシミシミシって言うんですよ、ましたよ。よし。じゃあある程度閉まったら、またこの皮を伸ばします。こうやって伸ばしてなじませますね。こうちょっとチューニングもね、僕そんなにめっちゃできるわけじゃないんであれですけどね、なんか低い音高い音、トゥントゥンみたいな感じの、こっちをちょっとこうある程度音を合わせます。ある程度音が合わせましたね。こうチューニングでなんか後ろカンカンに締めなさいみたいな、なんか僕なんかそれをやるとちょっと音抜けが悪くなるような気がして、なんか表より後ろがちょっと高いぐらい、おドゥン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 みたいな、ドの音やったとしたら後ろをなんかミーにするみたいな、だけ気持ち高めに、表のヘッドよりかは気持ち高めにするぐらいにしてます。僕はカンカンに振るっていうかね、なんかちょっと抜けが悪くなるような気がするというかね。そうそうそう、はい、ということでスネアのヘッド交換できました。メンテ無事にできましたね。後ろのスナッピーと後ろのヘッドと表の皮、交換できました。スネアのメンテのね、一部始終をちょっとご覧いただきましたが、まあこれ僕のやり方なんで、なんかちょっとおかしいなって思うことももしかしたらあるかもしれませんが、楽器をね、こうしっかりと拭いてあげて、油をさしてあげて、なんかボルトの汚れとかを取ってあげて、木のクズとかをね、ちゃんと取ってあげると、まあ、綺麗な音が出るようになってくるんじゃないかと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。